リードの外形線が確認できるので、ソルダー量の上限と判断します。ソルダー量過剰の例です。ソルダーが部品のところまで濡れ上がっています。これは SOP リードのソルダリングウィッキング不良例です。ソルダーが部品側の曲がり部分を超えてウィッキングしていることがわかります。これは QFP のリード間にできたソルダーブリッジ不良です。このような間隔の狭いリードのソルダリングでは、ソルダーの供給が多すぎることも原因の一つです。次はチップ抵抗器のオーバーヒートの例です。ソルダー表面が白く流状になり、光沢がなくザラザラしているのが見えます。これはタンタルコンデンサーのコールドジョイントです。全体の熱量の不足で滑らかになっていません。これは QFP のリード浮き不良例です。 QFP のような多数のリードを配置したパッケージ部品は、実装時にリードが浮き上がってしまう不良が発生します。コンデンサーのソルダリング部にできた突起状のコブです。このような不良は、小手先を一旦離した後に再度ソルダーを追加したような時にできます。これはパッド先端と回路パターンにできたつららです。小手先を回路パターン方向に引くと、小手を離した瞬間に冷えて固まってしまい、つららになります。これは QFP の付近で回路番号表示文字にソルダーが付着した例です。これはソルダリング部の異物混入の例です。ソルダリング前の清掃時に紙ウエスを部品リードに残したままソルダリングしてしまった例です。まずターレット端子の濡れ不良です。端子に巻き付けられた電線の入り口で、端子とフランジ面との間が濡れていないことがわかります。続いて二股端子の濡れ不良です。電線と端子のステージ部分にフィレットができていません。フック端子に巻き付けられた電線の入り口で、ソルダーから電線が剥がれている様子が見えます。これはフック端子に巻き付けられた電線の切断面がソルダーで濡れていない不良例です。ターレット端子のソルダー量の限度見本を見ましょう。まずソルダー量標準です。ソルダーが電線を覆い、かつ線筋が想像でき、左右に球状に広がっているものを標準とします。これはソルダー量下限です。フィレットが電線の高さの2分の1を満たしているものを下限とします。このように電線の上から見て、フィレットが電線の高さの2分の1以下になっているものは、ソルダー量不足不良です。続いて、ソルダー量上限です。巻き付けた電線の線筋が全体にわたって確認できる程度のソルダー量を上限とします。ターレット端子に巻き付けられた電線のソルダー過剰不良です。電線がソルダーの中に埋まってしまい、線筋が見えません。これは二股端子のオーバーヒートです。ソルダー表面が白色で、
かなりザラザラしています。これは二股端子のコールドジョイントです。加熱不足によって電線にソルダーが濡れていないことがわかります。今度はカップ端子のコールドジョイントを見ます。よく見るとカップ内側の縁部分とソルダーの間が加熱不足のため十分に濡れていないことがわかります。これはフック端子にできたつららです。つららは接近した配線に傷をつけたりして障害を引き起こします。最後はターレット端子の上部フランジ部分にソルダーが付着した例です。作業上の不手際による不良は欠点としては軽度でも外観上は好ましいものではありません。今まで見てきたソルダリングの不良事例の他にも重要な不良がたくさんあります。部品取り付け違い、極性違い、部品リードや電線の成形、切断誤りなどの仕様違いや加熱による部品破損、パターン剥離、ミーズリングなど作業の不手際も不良となります。このため検査者はこれらも合わせて見落としや判断ミスのないように普段の教育訓練によりソルダリング部の外観基準を視覚的に認識する能力を高めることが大切です。